バナタマクロヤです。今回は投資で失敗する人のヤバい特徴トップ3を発表していきます。ちなみに私は元銀行員、元証券マンで、途中までハンザー・ナオキみたいなキャリアの人間なんですけれども、投資で大失敗、むっちゃ損した、投資なんて二度とあるか、あなたはこんな状態になりたいですか？もちろんなりたくないですよね。誰一人としてそんな状態になりたくないはずなのに、そうなっちゃってる人は後を絶ちません。なんでそういう人が後を絶たないのか、そういう人の話を聞く機会がよくあるんですけど、投資で失敗している人に共通点があったので、それをトップ3にして解説していきます。すでに投資をしている人も意外とそうなっちゃってるなと感じる内容から、これから投資を始めよう、まだ始めたばかりでいろいろ不安という初心者の人も必ず押さえておくべきポイントなので、これからの投資で失敗することがないようにぜひ最後まで見て持って帰っていってください。では早速いきましょう。投資で失敗する人のヤバい特徴第3位。第3位は自分が正しいと思いたいということです。これはあるあるです。誰もが失敗したくないので、どの銘柄を買うのかしっかり検討しますよね。例えばこれから流行るトレンドの銘柄は何か、コロナ環境時のステイアットホーム株などですね。あとは今の株価が今の会社の実態よりも割安になっているものは何か、財務データをチェックしたり各指標でスクリーニングしたりします。あとは買われすぎていたり売られすぎている銘柄はないか、売買のトレンドを見たり移動平均線をチェックしたり、見るべきポイントは他にもたくさんありますが、こういった形でいろいろなチェックをして銘柄を絞っていきますよね。よし、この銘柄だ、この銘柄なら上がるはずと購入した株の銘柄がしっかり値上がりして利益が取れた。よし、うまくいったぞ、もう一回だ。同じようにいろいろな情報をチェックして銘柄をスクリーニングしていって、また買う銘柄を決めていきます。よし、今度はこの銘柄だ、前回も利益が取れたし今回もうまくいくはずだ。そしてまた購入した株の銘柄がしっかり値上がりし、また利益が取れます。よし、またうまくいったぞ、俺ってすごいんじゃないかと思い始めます。そう思い始めた頃に、自分の思い通りにいかずに必ず失敗します。これは断言できます。必ず失敗します。必ずです。そうなった時に、なんでだ、このやり方で今までしっかり予測できていたのに、なんでだ、どうしてなんだと自分の予測が外れた時に気を取り乱します。まさにこれです。自分の判断が正しいと思い込んでしまっているんです。自分のやり方は正しいはずなのに、今までうまくいってきたじゃないか、この感情の正体は自分が正しいと思いたいなんです。株式市場は誰にも予測はできません。プロだって予測を外す世界です。あなたの予想ももちろん当たりません。この事実をしっかり受け入れてください。じゃあ株式投資なんてただのギャンブルじゃん。そうではないんです。銘柄をスクリーニングしたり、チャートを見ながら買うタイミングを測ったりすることで勝率を高めることはできます。ただ過信はしてはいけません。予想が外れるものということを忘れてはいけないんです。ただの確率論なんです。自分の方に確率が向いているなと判断した時にだけゲームに参加するけど、確率論なのでそれでも失敗する時もある。これだけなんです。自分が正しいという感情は今すぐ捨ててください。投資で失敗する人のヤバい共通点第2位。第2位は価格を追いかけるということです。これは初心者あるあるですね。今これが流行ってるらしいよ、この波に乗れば儲けられそうだと言って買った途端に株価が暴落、結局損。個別株を取引したことがある人は経験者結構いると思います。逆に保有している株価が暴騰して、もっと下落したらどうしよう、やばい、早く売らなきゃと言って売った途端に株価が回復、こういったこともよくあります。この株価が急落した時に慌てて売却してしまうことを狼狽売りと言ったりします。まさにこんな感じですね。上がってよし、ここで上がってきてるよし買うぞと買った途端に下がる、あ下がった下がった、やばいやばい、売らなきゃ売らなきゃと売った途端に上がっていく、こんなイメージですね。プロは逆なんです。この上がってきたところで、あそろそろ下がりそうだなと売ります。下がってきた時に、あそろそろは戻るんじゃないかなと、ここで買います。プロは逆なんです。つまり価格を追いかける人はプロに食い物にされてるんです。感情に左右されてしまう人はこの状態に陥りやすいです。私は感情になんて左右されないから大丈夫、そう思いましたよね。結構難しいですよ。暴落時に大事な資産が半分に目減りした時にその株を保有し続ける、むしろ買いますぐらいのアクションが必要です。
これは日経平均株価の推移ですけど、このコロナショックの時に暴落時に売らずに、この下がったところで買う。こういうふうに上がったところで、あ、買うんではなくて、この上がりきったところで売ると。で、ここ直近も上がってますけど、この上がって落ち着いたところでここで売るという、ここができるかどうか。感情で価格を追い求めるのは失敗のもとです。投資で失敗する人のヤバい共通点第1位。第1位は恐怖と欲望に振り回されることです。失敗する人の特徴と言っていますが、株式投資をしている人は全員がこの感情と常に向き合い続けなければいけません。失敗した経験、予想を外した経験によって、また損をするんじゃないかと怖くなります。またミスをしたくないという気持ちが大きくなります。そうすると株式市場のゲームに参加しなくなり、タイミングを逃してチャンスをつかめなくなってしまう。逆に連戦連勝の時にはもっと儲けてやろうと思って自分の許容額以上のお金を突っ込んでしまって大きなリスクを抱えてしまう。そして予想が外れた時に大きく損を出してしまって取り返しがつかないことになってしまう。投資の世界で再起不能になる人は自分の許容範囲を大きく超えてリスクを取ってしまって予想が外れた時に大失敗。これがほぼ全ての原因です。まあ、逆にこれがたまたま当たって一気に億万長者になるという人もいるんですけどね。大当たりするか大負けするかもただの確率論なので、どちらもいるのは事実ですが、予想していないことはよく起こるのが投資の世界です。さっきプロでも予想を外す世界が株式投資の世界と言いました。なので必ず予想が外れることを前提に投資しなければいけないんです。先ほども見せた日経平均株価の推移ですけど、このコロナショック時にこの下がったタイミングで買うという行為はもしかしたらもっと下がるかもしれないというこの恐怖と向き合わなきゃいけないわけです。こう上がっていくときにもっと上がるんじゃないかという欲望と戦ってしっかり売らなきゃいけないわけです。こういうふうに恐怖と欲望と常に向き合って戦い続けなければいけないというそういう世界なんです。なので投資の世界はこういった感情と常に向き合い続けなければいけないんです。なので投資の世界は自分と向き合うメンタルトレーニングです。この会社の株を買うとき自分がどういう気持ちなのか、逆に株を売るときは自分がどういう気持ちなのか、チャンスにうまく乗ることができなかったときに自分がどういう気持ちになるのか、株式投資はひたすら自分の感情と向き合うメンタルトレーニングなんです。もちろんいきなりできるようにはなりません。向き不向きもあります。恐怖という感情に敏感な人もいれば、ハイになれる高揚感が欲しいという人は、感情と向き合うのが最初は苦労するかもしれません。ただ自分の感情と向き合うトレーニングを続けて、株式投資の基本的なスキルを学んで、自分の勝つ勝率をしっかり上げて、株式市場というゲームの場に参加し続けることさえできれば、勝つことのできる世界です。ただ最初はね、失敗しますよ。うまくいかなくて当たり前です。ただ続けていけば、その先の世界に到達して、株式投資の無限のチャンスをつかむことができますので、しっかり続けていきましょう。大事な知識がより記憶に定着するようにおさらいしていきます。投資で失敗する人のヤバい共通点トップ3を発表してきました。投資で失敗する人のヤバい共通点第3位は、自分が正しいと思いたいです。将来は予測できないということを忘れないでください。投資で失敗する人のヤバい共通点第2位は、価格を追いかけるです。プロの食い物にされないように注意しましょう。投資で失敗する人のヤバい共通点第1位は、恐怖と欲望に振り回されることです。株式投資はメンタルトレーニングです。正直スキルは二の次です。自分の感情としっかり向き合い続けていきましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画を見て少しでも役に立ったと思ってくれた方は、高評価、コメントをしてもらえると嬉しいです。もしまだチャンネル登録をしていない方がいれば、自分らしい人生を送るために必要なお金について、役立つ情報をどんどん発信していきますので、ぜひ忘れずにチャンネル登録して無料で学んでいってください。では次回の動画でさらにお金と時間から自由な世界に近づいていきましょう。